川小皿貝は主に水草に付着している巻貝の一種である。淡水産の巻貝としては比較的珍しいガ貝型で主に河川や用水路にあるワンドの水草や石の裏などに生息している。殻はかなり脆く割れやすい。体長約3ミリメートル程度の小型の生物である。ため、 肉眼で見ただけではどんな生物かわかりにくいが、顕微鏡で覗くと眼球や触覚が確認でき、心臓が動いているのもわかる。野外採取の水槽等を水槽に入れると、よく増えるアクアリウムの外外でもある。水槽内で発生すると、完全に駆除するのは非常に困難である。いくつかの駆除方法があるが、爆発的な繁殖力を持っているため、水槽リセット以外は、 完全駆除は難しい。ピンセット等で潰すガラス面は綺麗にすることができるが、水草や石、流木、さらには底砂の中にまで潜んでいるため、効果はほぼない。捕食する魚、またはキラースネイルを入れる捕食すると言われている魚は、複数存在するが、実際の効果は不明。または人工餌ばかり食べて、時期に捕食しなくなるとの報告もある。 キラースネイルを水槽内へ入れると、カワコザラガイの殻の実が、底砂の上へ転がっていることがあるため、確かに食べている様子。しかし、カワコザラガイの繁殖力が捕食スピードを上回っているため、よほどの数を入れなければ、駆逐は難しいと思われる。それよりキラースネイルを多数入れる方が景観を崩す、恐れがある。 リセット薬品駆除最も効果がある駆除方法。すべての水草、レイアウト用品を取り出し、干渉魚やエビ等を避難させる。水槽、レイアウト用品を丁寧に洗って干す。底砂を交換し、水草を薬品でつける。市販の水草その前に、が有名な商品だが、同等成分のホタテパウダーや園芸用の商品を使うと安い。漬け込んだ後、 完全に成分を洗い流す。この時成分が残っていたら生体が死んでしまう。川小皿街。ありがとうございます。